高校生の頃の同級生と結婚した一致。子供も生まれて幸せな生活を送っていたが、夫が唐突に転勤をすることになったから、単身赴任を決めたという報告を一致にした。戸惑いつつも、しょうがないと受け入れた一致に、再び唐突に離婚要請をしてきた夫。一致は話し合いをするために、夫の赴任先へ足を運んだ。しかし、数ヶ月ぶりに会う夫は、すっかり変わっており、一致は言葉を失った。私のために離婚したいという夫。一年後、夫に思わぬ代償が待っていて。夫に嘘をつかれて、離婚せざるを得なくなった話していい？それだけでも壮絶だったのかなと思えてしまうな。離婚しないといけないほど、大きな嘘をついたってこと？そんな人とは離婚して正解だよ。詳しく。ありがとう。もう離婚しているから元夫だけど、わかりやすいように夫として話していくね。夫との出会いは高校生の頃だった。2年生の頃の学校祭準備で仲が良くなり、交際を始めたんだ。学校祭が終わって1ヶ月が経った頃には、私たちと同じ時期にできたカップルが、どんどん別れていく中、私たちの交際は順調そのものだった。高校を卒業して、別々の大学へ進学。そして、互いが社会人になってから4年が経った頃、夫からのプロポーズを受け、私たちは結婚した。結婚したと言っても、夫との距離感はあまり変わらなかった。互いが互いに干渉しすぎないのが、私たちにとっては、とても心地よかった。そんな私たちの間にも子供ができた。とても元気な男の子だ。妊娠を機に仕事を辞めて家庭に入ることになった私は、毎日、育児に家事に奮闘していた。とても幸せだと思っていたが、息子が生まれてから一つ、夫に対して気になることができた。それは、夫が息子に対して、全く興味を持たないということだ。妊娠が分かった時は、とても喜んでくれて、息子が生まれてくることを楽しみにしていた。しかし、実際に生まれてみると、顔も合わせようとしなかった。確かに、夫は仕事が忙しいらしく、夜遅くの息子が寝ている時間に、帰ってくることが多かった。だが、それにしても、息子に対して無関心すぎるのが気になった。寝る前に息子の顔見ていったら、ぐっすり眠ってるよ。あ、いや、いいわ。私が声をかけてみても、夫はそれを拒否するだけ。日を明けて何回か同じことをしてみたが、夫はすべて拒否してきた。これは何か理由があるに違いない。そう思い、私は思い切って夫に話を聞いてみた。なんで、息子と会おうとしないの？どういうことだ？そのままの意味だけど、息子が生まれてから、全然息子の顔を見ようとしないじゃん。私が促しても全部断ってきて。そんなことしてるか？してる。あなたの態度を見ていると、息子のこと避けているのかなって思っちゃって。これだけはっきり伝えれば、分かってくれるだろう。そう思ったが、夫の口から出たのは思いもよらない言葉だった。そんなに気にすることか？別に良くないか？でも、あなたも息子の親なんだよ。動揺して言葉が詰まってしまった。しかし、夫は私を気にすることなく話を進めた。そうだけど、育児はお前がやってるじゃん。だから、別に俺が顔を見に行く必要もないっていうか。見たいとは思わないの？だって、あなた、私の妊娠が分かった時、すごい喜んでくれたじゃない。でも、息子の顔を見るかどうかは、俺の勝手じゃないか？全く見てないわけじゃないだろう？写真で見たり、お前が息子にご飯を食べさせている時に顔を見たり。これでも、興味がないって言えるのか？夫は怒ってきた。きっと私が言いたいことは伝わらないんだろう。それなら、諦めるしかないか。ごめん。わかった。俺には俺なりの考えがあるんだよ。ごちゃごちゃ言われたら嫌な気持ちになる。ごめん。それでも、怒り続ける夫。私は謝り続けるしかなかった。しかし、翌日には夫の機嫌は治っており、いつも通り接してくれた。その落差に私は戸惑ってしまった。どうしたんだ？何か嫌なことでもあったか？いや、何もないよ。そうか。何かあったら相談しろよ。その後、夫は何事もなかったかのように出勤した。恐怖さえ覚えたほど、夫はさらっとしていた。これは怖いわ。夫が何を考えているか全くわからないな。あんな言い合いをしておいて、何かあったら相談しろって。無理でしょ。あの出来事から、私は夫に息子の話をしないようにした。
あの様子だと、何を言っても、聞いてくれないだろうと思ったからだ。夫の息子への態度は変わらないまま、全く関わろうとしないし、顔も見ようとしない。夫は息子をどう思っているんだろうという、疑問が募るばかりだった。しかし、ある日、私がどうしても、許せないことが起こった。私が家事をしていると、息子が泣き始めてしまったのだ。すると、息子のそばにいた夫が大きな声を上げて、私を怒った。おい、早くこいつを泣き止ませろ。私が家事をしている間に、息子が泣き出し、夫が私を呼び出すことはよくあった。しかし、このように怒られるのは初めてだった。その時は息子をあやすことを優先したが、息子が寝た後、私はこの時のことを夫に聞いた。さっきの何なの？さっきのって？息子を刺して、こいつを早く泣き止ませろって。そもそも、あなたもあの子の親なのよ。全部私に任せないでよ。意味わからねえ。俺は仕事をして家庭に金を入れてやってるんだ。育児はお前がやるべきことだろう？それにしても、私に任せすぎじゃない？さっきも言ったけど、あの子は私たちの子供で。もういい。話にならねえ。そう言って、夫は私の前からいなくなった。おそらく、夫は息子が好きではない。気づきたくなかったが、息子の話をすると態度が大きく変わることを考えると、そう思わざるを得なかった。だが、このままにしておくわけにもいかなかった。それに、言ってしまえば、夫が息子が苦手なのは私の憶測に過ぎない。ちゃんと、夫に本心を、聞かなければいけないと考えていた。息子について喧嘩になった後、私はあえて積極的に夫に息子の話を振ってみた。その日の息子の様子が主な内容だ。しかし、夫は全く興味なさそうに。ふん。と、相槌を打つだけ。やはり、私の予想は間違っていないようだ。私は思い切って話を聞いてみた。なんで、息子を嫌ってるの？嫌ってる？かなり直球な表現になってしまったが、こう聞かないと夫は本音を話してくれないと思った。息子と距離をとっているようにしか見えないの。顔も合わせない、話しかけもしない、挙句の果てには息子が泣いているからって怒って。妊娠が分かった時には、あんなに喜んでくれたじゃない。いや、全く心当たりはないけど。本当に？じゃあ、息子の話をすると急に機嫌が悪くなるのは、全部無意識だったっていうこと？ああ、全然自覚なかったよ。夫はわざとらしく、そう言った。正直、私はそうとは思えない。じゃあ、勝手に思っておけばいいだろう。もう、わがままかもしれないが、私はここで夫から次からは気をつけるや、謝罪の言葉が欲しかった。じゃあ、もうこの話は終わりでいいか？まだ終わってない。もういいじゃん。お前の話つまらないし。俺、明日早いから寝るわ。そう言って、夫は自室へ戻っていった。これ、息子を嫌ってるかもって、疑われているから怒ってるんじゃなくて？私は夫は息子のこと、好きじゃないように思えちゃうな。だって、嫌いじゃなかったら、息子との関わり方を考えようと思わない？行動を改めるとか。それこそ次からは気をつけるって、一気に言ったりとか。もしかしたら、本当に自覚がないの？って私も思ったよ。そのくらい、夫はとぼけ続けていた。でも、後々本当に息子のことが嫌いで、息子と距離をとっていることが分かった。結局、夫の様子が変わらないまま2年が経ち、息子は2歳になった。この頃には息子は活発に歩くようになっていたが、夫には全く近づこうとはしなかった。息子が歩くようになってからすぐは、何回か夫の元へ行き遊んでもらおうとしていたが、夫は息子を無視し続けていた。それどころか、夫は息子を追い払うような仕草をし、息子と関わらないようにしていた。さすがに、注意したが、夫は全く聞く耳を持ってくれなかった。そんなことがあったため、息子はすっかり夫を怖がってしまうようになったのだ。しかし、夫は全く気にしない様子で、息子の世話をすべて私に任せてきた。もう、息子に夫が怖いという認識が、ついてしまった以上、この状況は変えられないかもしれないと思っていた。幸いと言っていいのか、夫は息子に手を挙げることはなかったため、私は夫に息子について話をすることはなかった。そんな生活を送っていた中、夫が真剣な面持ちで、話がある。と、言ってきた。珍しいなと思いつつ、私は夫の話を聞いた。実は、1ヶ月後に転勤することになって。転勤？でさ、俺、
単身赴任しようと思っているんだ。いきなりだったが、転勤を告げられるのは、1ヶ月前が多いという話を聞いたことがあったため、しょうがないだろう。しかし、それで勝手に単身赴任をすると決めるなんて。なんで、一人で単身赴任って決めちゃったの？決める前に私に相談してくれてもよかったのに。いや、お前に迷惑かけたくなくてさ。一緒に転勤先に行くとなると引っ越しとかあるし、大変だろう？大変なのはそうだけど。でも、もう決まったことなんだ。変えられない。だから、理解してくれないか？わかった。こうして、私はしぶしぶだが、夫の単身赴任に同意した。息子から離れたかったのかな。もう、そうとしか思えない。その後、夫は引っ越し準備を進めて、会社が用意してくれたという部屋へ引っ越していった。こうして、私と息子の二人での生活が始まった。夫がいないと、やはり寂しかった。だが、息子は何も気にしていないようで、複雑な気持ちになった。夫とは引っ越してからも、毎日のようにメッセージのやり取りや電話をしていた。内容は体調はどうかとか、仕事はどうかとか、他愛のないものばかりだった。しかし、息子の話は全くしなかった。本当はしたかったが、きっとそうしてしまうと、夫の機嫌が再び悪くなってしまうと思ったからだ。当然、夫も息子の話は一切してこなかった。単身赴任が終わるのはまだまだ先だが、これなら寂しさは紛らわせそうだ。そう思っていたが、ある日、夫から衝撃的な電話が来た。離婚してほしい。え、離婚。あまりにも突然離婚を告げられたので、思わず大きな声を出してしまった。お前なら納得してくれるだろう？じゃあ、そういうことだから。納得なんてできるわけないでしょう。どういうこと？ちゃんと理由を説明してよ。いや、俺、実はさ、病気になっちゃって。で、病院にも通ってるんだ。え、そうなの。大丈夫なの？いや、大丈夫じゃない。だから、離婚したいんだ。お前に迷惑をかけたくないから。いや、迷惑とか思わないから。いや、俺が嫌なんだ。そういうことで。ちょっと待って。結局、夫は私の話を聞かないまま、電話を切ってしまった。だが、このまま素直に離婚に応じられるわけでもない。私は何回も夫に連絡をし、しっかり話し合いをしたい旨を伝えたが、夫からは連絡が返ってこなかった。だが、この時の私はパニックになっており、何回も夫にメッセージを送ったり、電話をしたりした。すると、ようやく夫が電話に出てくれた。もしもし、ねえ、話し合いしましょうよ。私、そんなにあっさり離婚なんてできない。病気ってどういうこと？ねえ、教えてよ。その時、電話の向こうから、今まで聞いたことないくらい大きな声が聞こえてきた。うるさいんだよ。俺が離婚だって言ったら離婚なんだ。第一、大して可愛くない子供を産んでおいて、何が離婚したくないだ。マジでありえねえから。次、連絡してきたら通報するからな。弁護士も雇って、徹底的に戦ってやる。俺は本気だ。いいな。可愛くない子供。通報。何を言われているのか、一瞬理解できなかった。どういうこと？私がようやく口を開けた時には、すでに電話は切れていた。連絡をしたら通報すると言われてしまったため、もう私からは何もできない。家に行くのも問答無用で通報されるだろう。結局、数日後に夫から、記入済みの離婚届が送られてきたため、それにサインをして提出し、私たちは離婚した。家からは出て行けと書かれた手紙が入っていたので、私はそれに従って、実家へ戻った。事情を知った両親は怒っていたが、もうしょうがないことを伝えると、なんとか落ち着いてくれた。だが、実家に戻ったからといい、気持ちが入れ替わったわけでもなかった。これから、どのように生活していけばいいのだろうか、どうやって気持ちを入れ替えればいいのだろうか。私の気持ちはすっかり沈んでしまっていた。しかし、とある出来事がきっかけで、私の人生は大きく変わった。あまりにも夫が身勝手すぎる。というか、やっぱり息子のこと嫌いだったんだな。病気って本当なのかな。正直、夫の行動からして、嘘かもしれないって思っちゃう。高校の同級生と結婚した一致。優しかった夫だったが、なぜか息子とは全く関わろうとしなかったようだ。そんな中、急遽夫が、一致に相談もなしに単身赴任を決め、家を出て行ってしまった。毎日のように連絡を取り合っていたが、
突如夫が病気になったから迷惑をかけたくないと、離婚を申し出てきた。話し合いをしたいと言ったが、結局、離婚を受け入れざるを得ない状況になってしまった。しかし、一致の身に、思いもよらないことが起こるのだった。その出来事というのは、離婚してから半年後に開催された中学校の同窓会だ。同窓会で A 男という同級生と、たまたま話し込む機会があった。どうやら、警官としてずっと働いており、様々な地を転々としているとのことだ。その流れで仕事の話をし、離婚をしたという話をした。すると、実は昔から好きだったという話をされたのだ。驚いたが、当然嬉しかった。それから、私たちは連絡先を交換し、頻繁に二人で会うように。そして、交際を始め、一年後には結婚した。離婚した当初は絶望しかなかったのに、こうしてまた幸せをつかむことができるなんて。少しだけ男性に対して恐怖心はあったが、なぜか A 男は大丈夫だろうという謎の自信があった。だが、再婚して1年後、思いもよらないことが起こった。A 男に転勤の命が下ったのだ。しかし、A 男は私と息子を転勤先に連れて行きたいと、言ってくれたため、ついていくこととなった。この頃には息子は幼稚園に通っていたため、転園させてしまうことは申し訳なかったが、息子は転園を前向きに捉えてくれて助かった。だが、問題は転勤先だ。なんと、前に私たちが住んでいた家の近くに、引っ越すこととなったのだ。私たちが住んでいたのは地元。事情を話してあった A 男からは、やはり残るかと聞かれたが、私はついていく決心をした。前に住んでいた家の近くに引っ越したからといい、絶対に夫たちと会うとは限らないと思ったからだ。引っ越してから1ヶ月は、夫にも会わず平和だった。しかし、さらに1ヶ月後、ついに夫の姿を見てしまったのだ。買い物の帰り道で、ランドセルを背負った女の子と、夫が手をつないで歩いている姿を見てしまったのだ。二人は私の存在に気づかず、家の中に入っていった。住んでいる家は変わっていないようだ。きっと、あの様子だと再婚したのだろう。女の子も再婚相手の子供。そう思えたらよかったが引っかかってしまった。なぜかというと、女の子と夫の顔があまりにも似すぎていたから。これで、親子じゃないと、おかしいんじゃないかと思うくらい似ていたのだ。私は家に帰り、一応栄養に報告した。今の時点では何もできないけど、何かあったらすぐに呼んでくれ。そう言ってもらえて、とても心強いなと思った。そんな、親子じゃないとおかしいくらい似てたって、大げさなんじゃないか？いや、実際私と父親がそんな感じなんだよね。私たちも本当に顔が似ていて、親戚とか友達から何回も、親子じゃないとおかしいくらい、顔が似ているって言われた。そうだとしたら、計算が合わなくない？離婚してから3年も経ってないよね。その通り。だから、私は夫は、浮気していたのかもしれないって思ったんだ。息子とは別に娘がいたのなら、距離を取っていてもおかしくはないかなみたいな。それに、いきなり離婚したいって言って、話を聞いてくれなかったのも、早く私と離婚したかったからかなと思った。そう考え始めてしまうと、もやもやして仕方がなかった。いろいろ考えた末、私は高校の時の友達に連絡してみることにした。私はこの行動をきっかけに、夫の秘密を知ることとなった。何か知らない？思い立ってすぐ、友達に電話をして事情を話し、何か知らないかと聞いてみた。すると、友達は驚いたようにこう言った。え、あんたたち、とっくの塔に離婚したんじゃないの？結婚したけどすぐに離婚したって聞いたよ。些細な喧嘩が続いて、最終的にはあんたが離婚したいって言ってきたって。子供もできなかったから、割と簡単に離婚できたって言ってた。え、そうなの。本当は連絡したかったけど、夫くんから連絡しない方がいいって言われててさ。それで、何もしなかったの。あまりにも突然のことで、私の頭の中は真っ白になった。いや、そんなことない。子供もいるし、離婚したのは夫が一方的に言ってきたからで。ええ、そうなの。嘘ついてたってこと。そうだね。うわぁ。信じてくれるの？うん。だって、あんたは、嘘つけないって知ってるから。友達は私を信じてくれたようで安心した。じゃあ、他の人にも話しておいた方がいいよ。多分、共通の友達にほとんど話してると思う。
みんな、私と同じようなことを言われて、信じちゃってるかもしれないから。わかった。ありがとう。私は友達との電話を切り、他の友達にも電話をかけた。すると、みんな最初に電話をかけた友達と、同じようなことを言っていた。一人一人訂正と説明をしていくと、私を信じてくれる人が大半でよかったと思った。その中で、数年前に夫は B 子という女性と、結婚したという話を聞いた。B 子は夫の大学の同期で、とても親しくしていたそうだった。一人だけからの証言だけでは確証が持てなかったが、同じような証言を数人から受けたため、本当のことだと確信した。しかも、結婚した時期は、私と結婚していた時期と被っていたのだ。これは、完全に浮気だ。散々私と息子を振り回した挙句、浮気していたなんて。一回、ちゃんと話をした方がいいと思い、夫に会いに行こうかと思うほど、私は腹が立っていた。しかし、放っておくのが最善の策だと思い、なんとか耐えていた。でも、結局会うことになったのだ。お前、ふざけんじゃねえぞ。変なこと周りに吹き込みやがって。さっきから、お前との関係について、連絡が来てるんだよ。変なことじゃない。私は訂正しただけ。実際、大半の人が私のこと信じてくれたよ。うるせえ。もういい。お前、今俺の家の近くに住んでるんだろ？友達から聞いたよ。一回会って話しようや。ちょうど、B 子も家にいるから。家に来い。それは無理。カフェならいいよ。怖いのか？このビビりが。怖いに決まってるでしょ。何されるかわからないからね。その後も、夫は私を罵ってきたが、結局近場のカフェでの話し合いに応じてくれた。カフェで待っていると、夫と B 子が一緒に来た。たまたま、子供は友達の家へ、遊びに行っているそうだった。B 子は私を見るや否や、夫にこう言った。え、こんなのと結婚してたの？やば。普通に神経疑うんだけど。人を一目見て何がわかるんだと思い、イラッとしたが、なんとか耐えた。で、話って何？お前がした話、全部嘘だったって言ってくれ。なんで？私は本当のことしか言ってないし、私、嘘なんてつけないけど。嘘がつけないとか関係ねえよ。お前が余計なことをしたんだからな。責任くらい取ってくれよ。いや、意味がわからないんだけど。だからさ。私と夫はどちらも一歩も引かず、言い合いは終わらなかった。そんな時、黙って話を聞いていた B 子が口を開いた。てかさ、イッチさんだっけ？あんた、何偉そうにペラペラ話してるわけ？それに、私たちが浮気をしていたっていう、決定的な証拠はあるわけ？私たちは浮気をしていたわけじゃないし、あなたの発言は言いがかりに過ぎない。きっと、夫から浮気について話を聞いたのだろう。B 子は証拠がないから、浮気をしていないと主張し始めた。本当に浮気してないんですか？当たり前でしょう。そんなことするわけないじゃん。この人が言っている通り、全部嘘だったって周りに言ってよ。だから、嘘はつけないって、言ってるじゃないですか。私に何のメリットがあるんですか？いや、あんたのメリットとか関係ないから。私たちが迷惑してるって言ってるの。無理です。絶対に。この生意気な野郎。誰のせいでこのように話しているのか、少しでも考えないのだろうか。こんな態度を取られてしまっては、強気に出るしかないだろう。もう、このままじゃ話していても埒が明かない。そう思っていた時、ふと聞かなければいけないことを思い出した。じゃあ、子供の存在は何なんですか？なぜか、B 子は子供の話は聞いていなかったのか、急に何も言えなくなった。その横で夫が焦ったように、B 子を見ていた。私の行動に怒って言い忘れてしまったのだろう。そんなのは関係ないだろう。B 子が連れてきた子供なんだよ。でも、それにしては、あなたに顔が似すぎていたけど。いや、その、たまたまだろう。第一、顔が似ていたって、俺の子供だっていう確証はない。じゃあ、私がお金出すから、DNA 鑑定とかしてみて。はぁ、大げさじゃないか。なんでできないの？ちゃんと証明した方がいいと思うけど。でも。というより、私は複数の人から。あんたと B 子さんが、何年も前から結婚してるって聞いてるの。実際、私との婚姻期間と被っていたから、それは嘘なんだろうけど。嘘をついていても子供は作れるでしょう？ B 子さんが何も言えなくなったこと、あんたがそんなに戸惑っていること。そして、何より私がお金を出すと言ったのに、
DNA 鑑定を堅くなに拒否しているのが、何よりの証拠。私が言い終わるのと同時に、夫がいきなり立ち上がった。そして、イライラした様子で、机の上にあった飲み物を全部投げ倒し、さらに怒り始めた。うるさいんだよ。なんだ。お前と婚姻関係があった間に、子供を作って何が悪い。B 子とは7年以上関係があるんだ。そんなの俺たちの勝手だろうが。ちょっと、何言っちゃってるの。お前は黙っておけ。黙っておけって何？てか、それを言ったら、事実ですって認めてるようなものじゃん。うるさい。俺の勝手にさせろ。じゃあ、なんで二人は結婚しなかったの？私と結婚したのは確実なのに。B 子とは結婚したくなかったんだよ。こんな辛気臭い女と、なんで結婚しないといけないんだ。はぁ、どういうこと？だから結婚してくれなかったの。気づけよ。意味わからない。ようやく結婚してくれたと思ったらそれ。夫の矛先は今度は私ではなく B 子に向かった。もううるさいんだよ。うるさいのはそっち。夫と B 子が大きな声を出すから、私たちが一気に注目の的になった。それだけでも嫌なのに、さらに夫はカフェの中の備品に手をかけようとしたのだ。店員が夫を取り押さえようとしたが、夫の力が強すぎて、結局備品を壊してしまった。ちょっと、やめな。何してるの？だって、お前が俺に、歯向かうようなことを言ったから。感情的に動くのやめなよ。みっともないしお店に迷惑かけてるのわからない。俺がお前と結婚さえしなければ。言っておくけど、俺は病気なんてしてないからな。全部、お前と離婚するための嘘だ。その時、カフェのドアが開いた。そこには、警官が数人立っており、その中には栄養の姿もあった。店員が通報してくれたのだろう。結局、夫はそのまま警官に連れて行かれて、厳重注意を受けた。栄養には夫の顔を見せたことがあったため、すぐに夫に気づいたらしい。警官として注意をした後、私の再婚相手として注意をしてくれたそうだ。その際、夫は私の再婚相手が警官だと初めて知り、とても怖がって、泣きそうになっていたとのことだ。光景が目に浮かんで、怖い思いをしたのに、面白いなと思ってしまった。その後、私は夫から証言を取れたこともあり、弁護士に依頼をして夫と B 子に慰謝料、夫には養育費も請求した。二人ともしぶしぶ同意してくれ。今は請求したお金すべてを、それぞれが分割で払ってくれている。どうやら、夫はカフェからも、備品を壊した分のお金を請求されたそうだ。それは、夫の浮気を確信した私が、最初に電話をした友達が教えてくれた。B 子とも離婚をしてしまい、お金がないと嘆いているらしい。本当は私に連絡したいけど、私の再婚相手が警官だから怖くて連絡できないそう。自業自得なんだし、しっかり反省してほしいものだ。今、私は栄養の転勤に伴って、新しい町で生活をしている。ちょうど、息子が小学生になる時の転勤だった。息子は新しい友達がたくさんできたといい、毎日楽しそうに登校しており微笑ましい。夫に嘘をつかれて凹んでいたけど、栄養のおかげで幸せな生活を送れて嬉しい。この先も、変わらない生活ができればいいなと、心から願っている。一致に嘘をついて、離婚を告げた夫。最終的には勢いに任せて自白をしてしまい、警官である栄養にも怒られて、お金もなくなり、苦しい生活を送っているようだ。もしもあなたの周りに、夫のような身勝手な人がいたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。ちなみに、2024年のデータによれば、国内転勤であれば単身赴任を選ぶ人は 51.5%、海外転勤は 44.2% だそうです。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。